銀魂2起きては破るためにこそあるでストーリーの核となる土方投資を演じた柳楽優弥さんと脚本監督の福田雄一監督です。どうぞ。会場にサイリウムが振られております。すごいね、すごい、すごい、あ、すごい、あ、どうしたんですかこれ。改めて大きな拍手お願いします。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。もうこれ何、ね、ワーナーが配ったんですか。いやいやいや、これ多分ファンの皆さんがこう配ったの、配ったかの有志で。何、有志で。赤羽さん誰。赤羽さん個人の名前。あ、その人、赤羽さん。赤羽さん、赤羽さん、赤羽さん、ありがとうございます。赤羽、あ、赤羽さんが配ったの全員に。個人でこんな数配ったんですか。赤羽さん、赤羽さん3本持ってる。赤羽さんは、赤羽さんちょっと1本もらっていいですかね。え、監督に。あ、すごい、ちょっと、あ、やった、柳楽君ももらおうよ。 ありがとうございます。やった、あ、すごい。やった。ありがとうございます。のっけからシュールな光景ですけども大丈夫です。え、私もありがとうございます。いいですか赤羽さん。これパッチッと、これ柳楽君なんか後でマジックでサイン入れて、サインとか返すっていうね。そうですね。さあ赤羽さんだって素敵なことしてくれたもんだって。ありがとうございます。いや本当です。ありがとうございます。マジ本当に感謝しなきゃ。これはありがとうございます。これ光らせるにはこう どうする。折るんでしょ。パキってやりますか。おい、よしよし、おい。さあでは早速ですが、まずは一言ご挨拶をいただこうと思います。土方、そしてトシ演じた柳楽さん、お願いします。赤羽氏ありがとうでござるっていうの、ありがとうございます。赤羽氏赤羽氏赤羽氏泣いちゃうから。本当ですよ、赤羽氏が感激してるもん。泣いちゃうから。そして脚本監督の福田雄一監督です。お願いします、お願いします、お願いします。青い炎をねやってる時に、僕 AP さんから突然、監督、監督ちょっと重要なお話があって言うんですよ。で、どうしたって言ったら、柳楽さんが、ちょっと相談があるんだけどって言われて、私聞いたんですけど、監督多分俺のこと嫌いだよねって言ってるんですよ。何のこと、何のこと。いや多分俺嫌われてるわ。本当になんかすごく切ないですみたいな話を急にし始めたって聞いて、え、なんでなんでって聞いたら、なんかいわゆる自分が割と自由にバッてやると全部か、あの、ダメだそれは違うって言われる。全部直される。初コメディだ。 だから僕嫌われてるって。あれ、大きな間違いをしてる。だいぶ大きな間違いをしてるぞと思って、その日もう速攻で、もうその日の夜に柳楽君ちと、あの、焼肉に行こうって話して、それでそうだ、それで焼肉、それで焼肉一緒に行って、柳楽君違うって言って、もう本当に、吉彦で、吉彦の話でもね、吉彦の山田君もそう、山田君も絶対にふざけちゃダメって僕は言ってて、で、山田君がいつもなんで室さんとか、たくまさんとか、次郎さんとか同じ構造ですよ、それ完全に。はい、あんなにふざけたことやってるのに、でも山田君はそのずっと言ってたのが、僕はもう本当に狭い穴をずっとずっと深く掘り続けるだけなんですねって言ってたんですよ。で、それをすごくストレスがたまるってずっと山田君は言ってたんですよ。で、同じこと言ってたんで、柳楽君こういうことなんだよって。でも吉彦も結果的には山田君が一番面白く見えるし、青い炎も柳楽君がクソ真面目にやってることが一番バカに見えて一番面白いはずだから、そこ頑張ってくれって言った覚えがあって、だから本当に青い炎の時は確かに周りでふざけたやつばっかりだったんで、大変な思いをしたと思うんですけど、その時をね、そのいわゆる青い炎からの流れを経ての、今回も自由にやっていいよっていうのが、あのカメラを撮影するシーン。そうなんですよね。だから映画で使われている3倍ぐらいの時間があるんですよ。あの時間延々喋ってるから、神楽に。わけわかんないこといっぱい喋ってんですよ。あれを3分の1にシュッとしたやつが映画で流れてるやつなんですけど、そうです。まあ好きほどやりましたね、本当に。エミネムみたいな気分で。エミネム。フリースタイル。いや本当にやりましたよ。延々サイリウムにサインって どんな、それあげていいんですか。
じゃあ赤羽氏ちょっと前に来ていただいて、せっかくなんで。ちょっと今の気持ち伺ってもいいですか。皆さんご協力ありがとうございます。赤羽氏って書いてある。じゃあちょっと、あ、じゃあちょっとせっかくだから真ん中ちょっと行きましょうか。真ん中せっかくだからないですよこういうこと。やったー、温かい拍手お願いします。赤羽氏ありがとう、本当に盛り上げてくれてありがとう。